マジレスな答えをしてしまったんだけど、そんなわけないですからね。私はあくまでも名鉄に向かってるんですからね。これ名鉄って遠いな。近鉄から名鉄に乗り換えるのに なんでこっちやばい、意味がわからん。ダメだ、まだ正気に戻っちゃダメだ。で、まあ、いろいろありそうですね。こっちが商店街があってって感じだから、こっちが麺みたいにね、ちょうどいいや。雲がそこそこあるんで、今日帽子忘れたんやけど、まあなんとかなりそうですね。粉物やゴム焼きそば、何ゴム焼きそばって何ですか。福地の B 級グルメ、へー。あ、そっか、福知山はそっか、お城ですもんね、城下町ですもんね。前は何だったっけな、車で来て、あ、あれか、それこそ朝の4時に天の橋立に行くっていう、なかなかわけのわからん企画をやって、夜中、真夜中にそれで福知山までガスケツになりかけて、そうだそうだ、それで結構ヒヤヒヤしながらね、ガソリンスタンドを探して、でお店の方にお聞きしたところですね、っていうので、あ、そっか、その時にどっかにないかと思って、地図を買ってね。なんで地図買ってたの、スマホで見なかった。あ、そっか、まだガラケーの時代だ。そうだ、まだスマホがなかった時代だ。いつだ、14、15年前か。下手すりゃそうか、ニコ動にも動画上げ始める前くらいか。いや、そんなことはない、もうちょっと後か、動画投稿自体を始めとるか、あーぐらいだと思いますけどね。こんな感じで、コミュニティ放送は流れてるのかな。中馬あるし、ここはね、ひろこクッキング高橋ビルディング、担々麺ね、担々麺、へえ、すごいな。マイズルや、あ、そっか、こっちやと日本海産のか、入ってくるのか。で、他にもいろいろ残るよ。三の園、ミニバイキングなんだ。へえ。お、ナマステだ。別に知らない店なんですけどね。まあね、うちのチャンネルといえばね、生放送やるときはね、ナマステっていうのでね、挨拶もナマステですからね。そう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 。だから別に普段の挨拶も、うちのところ別にナマステで取りしちゃってもいいけどなとは思ってるんですけどね。なんかわざわざそういうのをやるのももうめんどくさいんで、普通にいつも挨拶して始めてますけどね。さあ、どうしようかな。せっかくだし、一駅ぐらい駅間散歩すっかり、あ、やっぱね、次の電車が12時13分なんですよね。ほやで、50分ぐらいあるから、ちょっと食うところ探しがてら、行こうか。いや、これ、値も気になるけどな。11時から、空いてるな。ゴム焼きそばってなんなん、ちょっと気になるけど、ちょっと食ってこうか。あ、ランチもある。へえ。ちょっと買ってこようかな。
残念、閉まってましたね。そういや、これがもうくるくる回ってないですしね、終了って、よく見たら出てましたね。よし、じゃあしゃあないんで、ちょっと商店街を抜けながら食うところを探してきましょう。よし、そうしよう。よし、